どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカ、しげパズやっていきましょうということで、本日は、ミニティフォン降臨星8以下のみやっていきたいと思います。昨日から降臨してるこのダンジョンなんですけど、作れるこのミニティフォンがなかなか優秀だったり、あと初クリアだとミニキャラシリーズガチャ3連が届いたりするので、やる価値がとてもあるかなと思っております。で、そうだ、ミニキャラシリーズのモンスター、ダンジョン内でパラメータがアップするぞって書いてあるんですけど、ここを意識してあげるとかなり簡単に攻略できるんじゃないかなというダンジョンになっております。ミニティフォンですが、4色攻撃強化3つ持ち、超覚醒込みだと4つ持ち、まあ、もしくは超覚醒込みスキブ4つとか、まあ、ガドブレも持てたりしてとても優秀です。スキルも7ターンでロック解除、5色陣、木抜きで1ターンヘイスト。リーダースキルはね、チームのソウレアリティ26以下の場合っていうやつで、まあ最大倍率で言うと25倍出て、で、激減を持ってるっていうのが面白くて、まあソウレアリティ26以下だとね、カイドウとかいたと思うんですけど、まああの辺を意識しながら組めるのかな。このキャラ自体も、星5なので、といったキャラになっております。ではダンジョンやっていきましょう。ということでパーティーはこんな感じで、まあね、ワンピースコラボ終わった直後、まあ、こうなりますよね。ビッグマムカイドウパーティー、ビッグマム操作時間が13秒固定、悪魔の全パラ 2.5 倍、はい、これに、ミニソニアグランリバースを持っていたので悪魔タイプ追加を持たせております。で、その隣ミニカーリーも多色のキャラだったので悪魔タイプ追加の、これはドフラミンゴの武器ですね。ちなみに、ソニアグランリバースのところにはバギーの武器ですね。で、あとは、まあ、星5で強そうだったロキにダブル吸収無効を積んで、フレンドさんがカイドウという感じでやっていきましょう。いや、ワンピースコラボ終わった直後ですけど、まあ、直後だからこそね、ガンガンワンピースコラボキャラ使っていきますよって告知したと思うんですけど、告知というか、まあ、はい、言ったと思うんですけど、もう早速ね、いやでもこのダンジョンはもうカイドウで遊んでくださいっていうメッセージを感じますよ。そのだってミニキャラシリーズを編成するとパラメータアップって書いてあったじゃないですか。で、そのミニキャラシリーズの特徴的なところってやっぱりそこじゃないですか。そのレアリティが低くてある程度強いみたいな、ある程度というかまあしっかり強いけどね。うん、よいしょ。街が色が、まあ、とりあえず変身するまでは適当に、あとこれで変身いけます。っていうか HP やばいことになってるね。変身して328万、まだビッグマム変身しておりません。ジャッカドロップを消すか。はい、これで多分カイドウがカンスするよね。 OK、 打ち抜いてます。でビッグマムあと1ね。指弦効きません。まあ、これはもうビッグマムカイドウ最適性ですわ。知らんけど、まだ1回しかやってないけど、よいしょ。まあそのボスのスキル上げに関してなんですけど、別にこのダンジョン周回しなくてもいいと思っていて、全然あの P 突っ込めばいいと思います。まあ簡単に回れるパーティーもあるっぽいですけど、そんなに、じゃあ P どこで使うのっていう話で、あ、ビッグマム変身が終わって HP がなんと403万まで、到達しました。素晴らしいですね。暗闇耐性積んでなかったから今ちょっと困ってる。とりあえず組めるので組んじゃって、まあこんな感じで適当で倒したんじゃなかろうか。10コンボよいしょ、完走。さあダブル吸収無効溜まりました。ここね、毒性吸収とダメージ吸収、カイドウ使っちゃおうか。色しっかり用意した上で、はいはい、ダブル吸収無効ワンパンしたいんで闇とか全体入れるか。よいしょ、まあ L ないから全部つなげちゃって、
いいんじゃない？水も全部入ったんで、まあ、カイドウの種属性なんで、ワンパーン80億。気持ちいいね。使ってて気持ちいいとか楽しいとかって大事だと思う。こんだけキャラ数の増えたパズドラでね、何を使うかってもう完全に好みで選んでいいと思うんですよ。僕はこの主張をずっと昔からしてるんですけど、もうね、言ってしまえば似たり寄ったりなキャラも多い中で、このキャラってこのキャラの色違いやんみたいな性能も多い中で、そこから先選ばれるかどうかって好きかどうかだよね。は置いといて、ドロップジャックがまあまああるな。じゃあビッグワンを使っちゃおうか。はい、ドル強入ります。ドル強入ります。ありがとうございます。よいしょ。あ、言い忘れてたんだけど、この動画の最後にあのクリア報酬のミニキャラ3連を引きたいと思います。よいしょ。 OK、 バトル後やっぱりね、昨日ガチャ動画も出しましたけど、ミニキャラシリーズの中の星3かな、カーバンクルが欲しすぎる。それこそこのね、回廊パーティーにもぴったりなんですよね。スキブが最大で7だっけ、回復 LG の潜在でいくと。そう、それに加えてのね、6色陣も持ってたり、いや、とんでもないっすよ。まあ、厳密に言うと陣じゃないけど、まあ、それを置いといてボスに到達しました。さあ、こっからはどうしようかな。あー、デバフがありつつ、暗闇ありつつ、つつ、うらうら、これなんだっけ、6色陣からの、あー、サブと悪魔タイプの攻撃力3倍。これ絶対デバフ食らったままカンストしちゃうやつや。いきましょう。いや、強いね。適当に喋りながらパズルしてるだけで勝てるわ。そりゃそうなんですけどね、最新のコラボキャラで、しかもサイレアで、しかも4攻ですから。うわー、ほらカンストしてる。で、最後もうこれビッグマムも使っちゃって、あー、コンボ吸収、あー、大丈夫、あるよ、ここにドフラミンゴのファーが、ドフラミンゴのファーが、これ3コンボ加算もあります。で、3ターンヘイストもあるんで、溜まり直したカイドウも使ってあげて、さあ80億見せましょう。デバフ食らってるけどいけるよこれ絶対。いきまーす。前職前職、ここは光と木、 OK、 前職前職、これが光と木、 OK、 埋めてる。ちょっと僕にとっては指が、あ、 OK、いいんじゃない。まあ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 、再現15コンボからのオチコンも乗って火力に注目。 OK、 ビッグマム50億回廊80億、素晴らしいね。はい、ドロップこんな感じで軽減も落ちるんで、なかなか面白いっすよね。なかなかないっすよね。はい、行きましょう、3連ガチャ。まあ、そのカーバンクルズ狙いで引きたいですけど、石がもうね、ワンピースで使い果たしたので、まあちょっと様子を見たいと思います。なんで、これだけで行かせていただきます。はい、さあカーバンクルズ、あるよ、カーバンクルズあるんじゃない。よし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 、やったー、これはカイドウパーティーテンプレスタメン確定。いや、星さん来たわ。いや、でもメインアカウントで引けてないんだよな、まだ。だからこれ今の回廊ビッグマムパーティーの中だと、操作時間激減というデメリットなしで、このランダムで5属性プラス回復3個ずつ生成が使えるわけですよ。で、かつね、まあ、そのスキブプラスが超覚醒込み4つ、回復 L 字からの潜在つけられるじゃないですか、スキブプラスプラスが。いやー、これで星3ですからね。いや、偉すぎる。ありがとうございます。ってことはもう1体は、ドラリンナイト0。まあ、これも全然ありっすよね。うん。威嚇あるし。い
やった大勝利です。ぜひ皆さんもね弾いてみてください。そんな感じで本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。